おはようございます。ポケモンスリープを開始420日目の朝でございます。時刻は7時57分でございます。今日も5時、最近5時起きをして、まあ4時40分とか4時45分にアラーム鳴って、そこからちょろっと耐えて、で5時起きてみたいな感じなんですけど、最近この携帯置いてる場所が悪いんでしょうけど、床にこらン行くんですよね。で、寝るのもちょっと遅くて、まあ木の将棋があったっていうのと、 まあちょっっっとプロレス見ててってのあって、まあ、いいのああまわけけですけど、ね、ただ確かに昨日に考えたら入院、うん、は最近ほんといいんですよこれ薬変えてから途中で起きてちょっと昨日寒かったんですよねでも朝起きた時はちょっと体がシャキッとしてたんでもうねちょっと涼しくなってきたんでちょっと衣替えじゃないですけどいつも扇風機かけて寝てたんですけど、まあ、昨日に関しては扇風機かけて寝るのは微妙ですよね とね、今もそうなんですね「ポケモンハートゴールド」をしてたんでまあまだまだあと10時間か20時間かかるんじゃねえかと思ってるんですけどね「ソーナンス」は何にタイプでしたっけちょっとロックして「ソーナンス」は何タイプだったかなちょっとねさすがに 何タイプに弱いかっていうのは別で勉強すりゃいいんでそうなのそうなんすかそうなのそうなんすかで、えー、エスパータイプかでピカチュウねおぐるぐるじゃないですかピカチュウ合ってないんすよねハートゴールドでピチュウもいってないよねでプリンはプリンププリンプリンププリンなんだっけ ピカチュチュウライですねプリンププリンでフェアリーでしたよね確かプリ,プリンププリンププリンかでフェアリーとノーマルね子守唄ねそうさっきヤドンはヤドンヤドランヤドンは進化して確かヤドキングとかそうかヤドンでヤドキングねとヤドンとヤドキングと ヤヤドドンとヤドランにこう2つ分かれるんですよね水エスパーか毒エスパーか水エスパー毒になるのはガラルガラルでもハートゴールドではガラルはないんでだどこどこ地方」とかちょっとややこしいですよねポケモン図鑑も「ポケモン上巻下巻ってあるんですけどなんかそれガラル地方よみたいなそれは バイオレットとかやんないと出てこないってことなんですかね場所は多分そういうことだと思ってるんですけどまあね深いっすからねポケモンは今からポケモンやっていくってなったらどれくらいの時間かかるんですかね1万時間っすか何かを極めるのに1万時間ぐらいかかるって言われてますかね野球にしろスポーツにしろ勉強にしろじゃあ東大とか 頭の偏差値のいい学校とかに行くんだったら多分1万時間勉強しないといけないし最近僕がやってる将棋でも将棋でどうなんですか初段なのかアマチュア四段なのか奨励会入りするのかって分かんないですけど1万時間将棋の勉強したらいけるって言われてるんでんかゲームもそうなんですかねなんか何週も何週もするってのはあるんですけどこうだからね「ポケモンハートゴールドソウルシルバー」とか。 もう一周するとかなんかリアルタイムアタックだったりとか、まあ、それこそ人生縛りだったりとかすごいっすよねもう拡張ってできんのかい全部覚えとかんとできないわけですもんねまあ面白いっすけどね本当にポケモンをのポケモンはしてないんですけどまだ これからやりたいんですけどまあハートゴールド先にやっちゃったらハートゴールド基準になっちゃうんで面白さがまあ結局はでも攻略本見ながらやれば僕は楽しいんだろうなと思ってんで攻略本なしでゲームするのと攻略本ありでゲームするってのでまずそこで面白さが僕は違うと思ってるんで だから昔のゲームって面白いねみたいなこと言われてると思うんですよ。それは攻略文を見ながらやってるから記憶に定着して面白いっていうふうになってるんじゃないかなっていう勝手な僕の理論でございますさあね今日はちょっと天気がまたねちょっとどうなんかはかんないですけどまあちょっと僕が懸念してるのは選挙カーがね回りまくってうるさくなるんじゃねえかっていうのがすごく懸念なんで、えー、講演会がねやかましく回りますからあまあね日本の政治もね変えないといけないっていうのは正しいことなんですけどね。 今日も1日も頑張っていきましょう。